続けて、二等辺三角形についての証明の問題です。読んでみましょう。二等辺三角形 ABC の等しい辺 ABAC の中点をそれぞれ DE とし、BE と CD の交点を F とする。うん。この時三角形 FBC は二等辺三角形になることを証明しなさいという問題です。これ、ちょっと難しそね。まあ、でもわかるのは、ここの結論の部分。 三角形 FBC は二等辺三角形になることを証明する。つまり、二等辺三角形になるための条件、二つあったよな。これに当てはまるってことをまた言う問題なわけね。です、その条件の二つを覚えておかなこれは、三角形の二つの辺が等しい。そして三角形の二つの角が等しい。これのどっちらかが言えれば、二等辺三角形になるっていう証明ができるんやね。 なので、ちょっとこの上の部分は、でもちょっとわかりにくいので、まずは絵を描いてい。こういう図形が描いてない問題の時は、しっかり理解できる、まずは図を書いてください。ABC があね。で、これは二等辺三角形なので、AB と AC は等しいし、そして、定格も等しいね。わかっているところはちゃんと書き込んであげましょう。そして、こっから。 A, B, A, C の中点をそれぞれ D, E と C。まなので、ここも等しいんやけど、ここにまたもう一個点を、中点を取ってあげるね。中点っていうのはちょうど真ん中の点です。D, E にしますよと。なので、真ん中やから、A, D, D, B, A, E, EC が等しいんやな。そして、B, E と C, D の交点を F とする。なので、これを結んで、 結んで F としますよと。で、この三角形 FBC が二等辺三角形になることを証明するんやね。つまり FB と FC が等しくなるか、もしくは角 FBC と角 FCB、二つの角が等しくなるか、これを言ってあげればいいんです。なので、そこの部分、まだちょっとどっちを言うか分からへんけど、それを結論として赤で書いておきましょう。 そしたら、これどうやってやってったらいいかって言うと、この角が等しいか、この辺が等しいか、どっちかを言ったらいいわけやね。どっちの方がやりやすいやろね。えっと、これもまた、辺が等しいとか角が等しいなので、合同言うはずです。で、ここの辺が等しいっていうのを言おうと思ったら、この三角形とこの三角形の合同になるよね。それ以外に二つの三角形でこの辺が含まれているものってないよんか。 この三角形とこの三角形って合同言えるかな一つわかってんのは、ここの長さが等しいねんな。そしてここも対頂角やから等しいんやけど、それ以外ってわかってへんねやね。なので、この三角形とこの三角形の合同を言って、この辺とこの辺が等しいっていうのは難しそうです。なので、ここでは、この角とこの角が等しいっていうことを言ってあげます。 そのためにはどの三角形の合同を言ったらいいかっていうと、ちょっと取り出しましょう。こういう三角形ね。三角形 DBC っていうのがあれな。DBC。これです。これと ECB。こっちから取り出します。これの合同が言えれば、ここの角って対応してるからそれぞれ。え ここの角と、ここの角ね。対応してるな。等しいって言えて、ここの角が等しくなるってことは、この三角形 FBC っていうのは二等辺三角形になるよね。そしたらこれは本当に合同言えるんやろか。ちょっと分かっているところを書いていくと、まず角 B と角 C はこの三角形 ABC が二等辺三角形やから、等しくなるよね。他は DB と EC ってこれも等しいやね。 分かるかな。今分かってんのは一辺と一角やねそれとこれやな BC ってここの辺って2つの三角形に共通してるやねなのでこれで2辺とその間の角2辺とその間の角が等しいので合同を入れるわけやねそしたら対応する角が等しくて二等辺三角形になりますよと証明考えられましたこの手順で証明をしていきますなのでこれもまたよくあるパターンの通り この2つの三角形の合同を言っていけばいいんやねちょっと消してしまおうか DBC と ECB の合同を言ってあげますよとなのでいつもの合同の手順通りまずは合同いたい三角形をあげましょう三角形 ADBC と三角形 a DBC ね、ECB ね、ECB においてと、これで上げてあげます。そして、この2つの三角形で等しい部分を順番に上げていく。まずは分かりやすいこの角 B と角 C いこうか。で、これはなんで言えるかっていうと、この二等辺三角形、ABC が二等辺三角形やから言えるんやね。なので、ここは AB イコール AC よりって書いてあげようか。 まあこれを三角形 ABC が二等辺三角形なのでって書いてもいいんやけどちょっと面倒くさいしこういうの記号で書いてあげることが多いです AB イコール AC よりこの角とこの角が等しいねなので角 DBC と ECB やね角 DBC と角 ECB ね対応する順番気をつけてくださいこうですそしてもう一つはこことここやろあとはえっともともと AB と AC は等しくてそれの中点になっているから D そして E は ABAC の中点なのでと 何が等しくなるかっていうとこの辺とこの辺が等しいね DB=EC です, DB EC ですこれが2つ目の条件になりますよとそしたら最後はこの BCCB 共通している辺やねな共通する辺なので何が言えるかっていうと BC=CB ですよと これが三つ目の条件になります。そしたらこの一二三から何が言えるかっていうとえ二辺とその間の角やね二辺とその間の角二辺とその間の角が等しいのでこれで合同が言えるね三角形 DBC 合同三角形 ECB ですよとこうなりますそしたらここから何が言えるかっていうと対応する角は等しいよね対応する角は等しいのでえっここの角 DCB やね赤い部分です証明したい部分ね結論の部分 DCB イコール ∠EBC ですおっと、角って何いですねこうやね。です、その今、ここに書いた DCB と ECB は DCB。ここの角です。ここを言いたかったな。そして ECB です。ECB です。この2つが等しいんやったら、この三角形で、三角形の中で2つの角が等しいので、よって、 三角形、ちょっとと変なところ出てきたね。よって三角形 FCB は FBC やね BC は二等辺三角形になりますよとこれで証明終わりです大丈夫かなちょっと証明の手順を確認をしていくと三角形 FBC が二等辺三角形になることを言いたいですよと そのためにはこの辺とこの辺が等しくなるかここの角とここの角が等しくなるかこう言ってあげればいいんやねただこの辺とこの辺が等しいっていうのは難しそうなのでこの角とこの角に注目しましたつまり三角形 DBC と三角形 ECB の合同を言ってあげるわけねまずは二等辺三角形になっているからここの定角黒で書いた分よねが等しいですよと そしてここの D と E は中点だったので DB と EC も等しいです。さらに共通している辺が BC になっているので2辺とその間の角が等しくて合同ですよと。合同ってことは対応するこの赤の角が等しくなるのでこの三角形 FBC は二等辺三角形になる。ここでは2つの角が等しくなるっていう条件を満たすことで二等辺三角形になることを証明してあげました。